回は留年スレスレ高校3年生ゲーム実況者の部屋紹介をしていきます。まずソファーの下にはぶん殴ったマネキンたちやこれから殴る予定のマネキンがあります。そして1年前までこんな感じでソファーベッドにできたんですけど、性欲強めの友達がピストンしたせいでソファーが破壊したため、もう一生ベッドにはできません。金返せ。はい、そしてこちらにはゲーミングキーボードいろいろ飾ってるんですけど、背中とぶつかってねキーボードが落ちまくって床が傷だらけになったんで、マジでおすすめできません。ちょ待って、マジで最悪、マジで壊れたんだけど。そしてここは L 字デスクになっていてトリプルモニターになっています。そしてこの超高級キーボードは今でも使っていて、最近このネオン感度計も買いました。おしゃれだな。そうに決まってる。そしてマイクアームも導入、そして LED テープライトも武装。そして前回も登場した VR なんですけど、友達がこれで AV 見たいって言って行列できてました。やばいね、これやばいね。じゃあ座ってよ。ちょっとここにも